さておはようテラちゃん、今朝5時台はフランスと結んでいます。フランス在住の著述家うららさんです。うららさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うららさんに前回ご出演いただいたのがおよそ1ヶ月くらい前、1月23日、まあ、その時には近辺で東京あたりもですね、この雪が降って、でフランスもね、もうそれこそうららさんのお話によると20分くらいのこの、いつもだったらかかる程度のこの時間、2時間くらい車がかかったなんてお話、聞かせていただいたんですが、最近雪ってのはフランスいかがですか？いや、もうなんか雪はもう全然降ってないですね、ええ、もうそれどころか毎日今お昼日中は19度とかになるんで、すごい暖かい日が続いてます。ええ、そうです。じゃあ昨日の東京が 18.5 度くらいでしたから、だいたいそのくらいの陽気なんですね。フランスも同じくらいです ね、 ね、はい、ただまだ、まあ、日本ですと明日は10度いかないかくらいまで、最高気温も下がるっていうことなんですが、フランスも暖かくなったり、まだこう寒の戻りといいますか寒くなったり、そんな季節なんですかね。そうですね、さすがにまだ2月ですからね、はい、寒くなるときは寒くなりますね、朝はまだ寒いですよ。寒いですか。でも、はい、考えてみるとこの東京あたりと、そして今あのうららさんがいらっしゃるあたり、フランスの似てますね。なんか気温もね似てますよ ね。いつもなんかいつもなんかあの日本が雨降るとこっちもすごい雨が降ったりとか、はい、すごい似てるんですよ ね。不思議ですよね。不思議ですね。距離はね結構あるんですけど、はい。ところでですね、まあ、フランスというとワインとなるわけですが、フランスのワイン・スピリッツ輸出組合が14日、はい、2022年の、国産ワイン、フランスワイン蒸留酒について生産量が減少したものの、輸出額は前の年に比べて 10.8% 増、172億ユーロ、2兆4550億円と過去最高を記録したなんていうニュースがあるんですけれども、うららさん、こういう今ことなんですね。そうですね、あの今のフランスではなんかそのワイン離れが進んでまして、あのワインの消費量も生産量も減ってきてるんですね、だから反対にあのワインを高価格帯に設定して生産者が輸出するように、はい、あの今言ってるところなんですよ、それで輸出量は減ったんですけれども、あの輸出額は増えたっていうお話ですね。はい、ということはこのより高額なワインですから、まあ、ある程度お金持ってる人をターゲットにしようっていう、そういう感じですかね。そうですね、もうなんかフランスはもう若者がもう全然ワインを飲まないんですよ。あのもうワインを飲んでる人たちっていうのはもう55歳以上が 47% って言われてまして、あの18歳から24歳ってもうなんか 7% ぐらいしかワイン飲むあの人口がいないっていうので、やっぱりね海外でね売っていかないとやっていけないっていう感じですね。はい、一方そのフランスの若者はお酒を飲まなくなったんですか、それとも何か違うお酒を飲んでるんでしょうか。いや、健康に気を使ってアルコール自体を飲まない人もいますし、あとあのワインは飲まないけどビールを飲む人が増えたっていうのもありますし、あとワインを飲んでもロゼかあの甘口の白ワインを飲む人が増えたんですね。なんかね、ワインを飲んでるっていうそのイメージは、あのその飲んでる人はボボだっていうふうに言ってて、あのボボっていうのはあのボヘミアンブルジョアっていう略の言葉の略なんですけれど、ほらヒッピーとか昔あったじゃないですか、で昔ヒッピーっていうとかっこよかったかもしれないけど、今の若者から見るとヒッピーってすごいなんかダッサーみたいな、ダサいみたいな感じなんですよね。そのボヘミアンブルジュアっていうのも、あの高級志向になんかあのワイン飲んじゃってみたいな感じの人、ダッサーみたいな感じなんです。だからそんなボボみたいなあのイメージまとったそんなワインを飲みたくないっていう若者もいるんですよね、最近フランスには。時代なんですね。
そうですね。ねえ。ですからまたワインブームが来るかもしれませんけれども、今は若者の感覚っていうのはちょっとワインダッサーみたいな、そういう感じなんですね。ダッサーみたいな感じで。そうですか。ワインってなんかね、日本人からしてみると、まあこれ個人的かもしれませんが、やっぱりちょっと高級っていうね。そうですね。ねえ、まあ、もちろん今手頃な値段もありますが。そう、はい、でも反対にその日本酒が、はい、その今のフランスの若者にすごい味的には合ってるんですね。ちょっとスキッとした飲み具合で甘いんで、はい、やっぱ甘いのが好きみたいなん で、だから、私も日本酒をもっとおしゃれにして、はい、若者対象にしてちょっと高価格で、そんな風になんかフランスでも販売していってほしいなと思ってます。そうですか。アドバイスありがとうございます、うん、今酒蔵の人たちが聞いてたとしたらフランスだなみたいな感じに思ったと思いますから。はい、うららさん、今朝もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。時刻5時15分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はフランスと結んでいます。フランス在住著述家うららさんです。さて、それでは朝刊トップ5いきましょう。2月20日月曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。毎日新聞、米中外交トップが会談、気球問題で応酬。アメリカブリンケン国務長官と中国外交トップの王毅共産党政治局員がおとといドイツミュンヘンで会談しました。アメリカ領空に中国の偵察気球が飛来した問題でブリンケン氏はアメリカの主権と国際法を侵害したことは容認できないと非難。王毅共産党政治局員は反発し応酬を繰り広げたといいます。アメリカ軍が今月4日に気球を撃墜して以来会談は初めてです。産経新聞、北朝鮮 ICBM は火星15。北朝鮮メディアは昨日、首都平壌のスナン国際空港で18日午後に ICBM 大陸間弾道ミサイル火星15の発射訓練が行われたと伝えました。新設組織とみられるミサイル総局の参加部隊が事前計画なしに抜き打ちで実施したと思われます。ICBM 発射が短距離弾道ミサイルなどと同様に実戦段階に移行していることを誇示しました。朝鮮中央通信は米韓による致命的な核反撃能力を示したと意義を強調しています。読売新聞、内閣支持率横ばい 41%、 マスク今後も着用6割。読売新聞が17日から19日までの3日間行った調査によると、岸田内閣の支持率は 41% となり、4ヶ月ぶりに4割台を回復しました。前回1月13日から15日の調査は 39% でした。不支持率は 47%、 前回と同じでした。また今後のマスク着用についても尋ねたところ、できるだけつけたいが 60% となり、できるだけつけたくないの 34% を大きく上回りました。男女別ではできるだけつけたいとした男性が 51%、 女性は 69% でした。日経新聞、保険積立金禁煙で加算。損保ひまわり生命保険は5月から運用成績によって受け取り額が変わる変額保険で、健康状態に応じて積立金を加算する仕組み、こちらを国内で初めて導入します。血圧など健康状態を示す数値が改善したり、喫煙者が禁煙したりすると積立金を加算、医療保険で済んだ加入後に健康状態で保険料などに差をつける仕組みが貯蓄性保険でも始まります。スポーツ報知、パンダのシャンシャン明日中国へ。中国に返還される上野動物園のジャイアントパンダシャンシャンが昨日最終観覧日を迎えました。最大2600人の事前抽選制で、最後の時間枠は倍率70倍、多くの人が別れを告げました。シャンシャンは明日中国へ出発します。
はい、以上が朝刊トップ5でした。さて、フランスにいらっしゃいます著述家うららさんに話を聞いていきます。うららさん、今5本のニュース紹介しましたが、気になるニュースどれかありましたでしょうか？やっぱり一番気になるのは、はい、米中外交トップが会談して気球問題で応酬したっていう話ですね。はい、これは、まあ、これ自体がね、あれなんですけど、あの今フランスがこの前、はい、あの日本とアメリカと一緒に合同演習するために戦艦を2台2隻送ったんですね、はい、で3月から4月ぐらいからあの一緒に合同演習を始める予定になってるんですけど、それは中国への圧力を強めるためにあの行うっていうあの狙いがあると見られてるんですね。でその後すぐにあの中国共産党の外交を統括する王さんが来まして、はい、王毅氏が来まして、はい、それであのコロナ外相とあの会談して、はい、でマクロン大統領と会談して、あのそこであの国際法に基づいてあのフランスと中国両国が平和に貢献していくってことで、そのウクライナとか あのために何かをするっていうような形で話がまとまったんですけれども、そしたらその後にもうこのもう今日もなんですけど、17日もあのアメリカから、17日はハリス副大統領があの中国危ないから警戒しろっていうふうに言ってきまして、はい、で今日は今日でそのブリケン、ブリンケン米国国務長官が、はい、あの中国はロシアへあのミサイルをあの売る予定になってるとか、あの軍事援助の可能性があるっていうふうに警告してきたんですね。それで、今ミュンヘンで今その話してるんで、はい、あのそこでの話なんですけど、あのもうすっごいアメリカが中国を警戒してて、はい、でもちろんフランスはそんなね、あのそういうふうに話し合いしましたって言ってますけど、一応警戒はしてるんですけれども、はい、でももうなんかアメリカはすごいもうフランスに忠告してきてるんですね、警告してきてるんですね、はい、それがなんかすごい今気になってますね。だから今のお話聞いてると、まあそのね、ドイツ南部のミュンヘンで安全保障会議、まあ、これが19日に閉幕しました、まあ、ですから、フランスの立場を、まあ、中国は中国で、その、まあ、西側というかですね、中立であってほしいっていうふうにこう思ってるわけで、で一方のアメリカはいやもうフランスはこっち陣営だよねっていう、まあ、その引っ張り合いなんですね。まあ、引っ張り合いってこともあのフランスはもう確実に米国 の、はい、あの日本と米国のそっちの方にあの味方っていうか、ね、ますから、はい、中国側に寄ってることは全くないんですけれども、でもその話し合いをしたっていうことになんかやっぱりやっぱりピリピリしてるんですね。ピリピリしてるんだなっていうのがすごい感じでありますね、はい、まあ、あとはその経済を見るとやはりね、中国というのは非常にこの貿易も額も大きいでしょうからね、フランスにとってもですね、きっと、まあ、そのあたりでかなり、だから今の浦野さんのお話ですとアメリカがじゃあむしろ警戒してるという感じなんですね。ものすごい警戒してます今。そうなんですね、はい、あとですね、もう一つフランスでこういうニュースが入ってきています、最近フランスで有名なコメディアンのピエール・パルマード氏が、交通事故を起こしました。で、この交通事故を起こしたパルマード氏、まあ、こちらはその命に別状なかったんですが、この事故でフランスでは有名コメディアンが事故を起こしたというこの事態以外にもその、うららさん大きく報じられている理由があるそうですね。そうですね、あのフランスはあの赤ちゃんがお腹の中にいる状態の時にはあの法人格を持たないってことで、もう今回この事故であの7ヶ月の赤ちゃんが亡くなったんですけれども、あの殺人罪にはならないですよね、殺人あの法人格を持たないということで、はい、あの完全な人間とみなされないんですね。それで胎児の場合は、亡くなってもあのそれがだからパルマー氏が殺人罪になるのか、ただの事故になるのか、傷害罪になるのか、まだだからそのあたりが決まらないところで、
まあ、一度そのお子さんが外に出て早産とかなんかで外に出て亡くなった場合はそれも殺人みたいな形になるんですけれど、お腹の中にいる胎児の場合はならないんですね。でその話し合いがもう明日から始まるんで、それがどうなるかっていうのがすごい話題になっているのと、そうですか、はい、あとフランスってすごいびっくりしたんですけれど、今回あのパルマード氏はコカインの影響下にあったんですね。それでフランスって事故で死亡するこういった交通事故と第3番目の原因っていうのが薬物なんですよ。あら、そうなんですね。 20% が薬物で、はい、日本だと多分こんな 0.01 とかそんな感じだと思うんですけれども、かなり厳しくそうですよね、はい、なってますから、なんかそれがなんか今回日本人としてちょっと驚いた点なんですけれども、それまあまあまあ、コカインを飲んでる人はそこまではいないと思うんですけど、大麻で大麻を吸った後に運転すると、死亡率が2倍に上がるそうなんですね。そうなんですか。でそれで事故が多いって話なんですけども、でもフランスも禁止ですよね、薬物禁止です、ですよね、禁止です、はいはい、だけれども、まあ、そういうふうにこの大麻、まあ、だコカインだっていうのが、流通してるっていうことなんです。それが現実なんですね、ある程度。そうですね、はい、それで交通事故でっていうことですもんね。交通事故の3番目の死亡事故の原因が薬物っていうのが、なんか今回この事件でなんかすごいびっくりしたことなんですけど。そうなんですね。いや、ちょっとそれ恐ろしいですよね、うん、薬物で運転して事故を起こすなんて。でもし巻き込まれて今回みたいに、まあ、そのね、お母さんのお腹の中に胎児がいてっていう、こういうケースだってあるわけですものね。そうですね、でそれでね、やっぱりちょっと薬物に関しては、はい、ちょっと厳しい法律にしていこうっていうふうに今日なんか話し合いが行われてましたね。そうですか、はい、はい、あと日本のニュースでいくとですね、今スポーツ報知からご紹介したパンダのシャンシャンが明日中国へなんていうこのニュースなんですが、まあ、昨日のこの日本の夕方ぐらいのニュースですと、もうね、大好きでカメラパシャパシャこう撮ってたりとか、あともう涙ぐんでる方もいらっしゃるくらいだったんですが、すフランスでにもパンダいますよね。フランスはロワール地方にある、はい、ボーバル動物園ってところにパンダがいるんですけれども、そこにしかいないのでそこに行かないと見れないんですけれども、いますね、2012年から。はい、フランスも人気ですか、パンダっていうのは。パンダ人気ですね、ええ、はい、ええ、でもそこにしかいなかったので全員が全員、はい、いろんな人が見れてるとは思いませんけれども。ああ、そうですね。でもほら、日本だとね、上野動物園にいたりその他のところにもいたりしますけれども、もうその町というか動物園界隈ではパンダのぬいぐるみすごいんですよ。フランスもやはり同じ感じですか。そう、パンダのぬいぐるみ、ええ、そうですね、パンダって最近そういえばなんかよく見かけるようになりましたね。そうですか。そう、パンダが人気だからかどうか分かりませんけれども、なんかパンダのモチーフのものって最近なんかスーパーでよく見かけるようになったなって今思いました。じゃあ結構ね、こうなんていうの、広がりつつはあるんでしょうね。はい、あともう一つです、ヨーロッパ連合ですね、 EU ですね、欧州連合、この欧州会議が14日フランス東部のストラスブールで本会議を開き、2035年に域内でガソリン車ディーゼル車の新車販売、こちらを事実上禁止する法案採択しました。 CO2 二酸化炭素を排出する車が売れなくなって、電気自動車 EV の普及が進みそうだといいます。で加盟国の正式承認を経て施行されるということですが、これはうららさん、ハイブリッド車、あとプラグインハイブリッド車、これも販売禁止となるようですね。そうですね、でももうこれ日本でも2035年までに新車販売で電気自動車 100% 実現するってことを表明しているので、まあ、ヨーロッパも同じ足並みを揃えているって感じですね。はい、はい、まあ、日本からしてみると本来だったらですね、これハイブリッドとかね、お家芸みたいなもんですから、本当はこんなの残したいっていうのがおそらく本音ではあるんですけども、やはりヨーロッパが2035年、まあ、結局輸出もできないっていう形になるわけですものね。受け入れてくれないわけだから、
だから、そうですね、まあ、日本もしょうがないなっていうのが本音だと思うんですがね。まあ、でもアメリカももうカリフォルニア州とニューヨーク州で同じく2030年を目標にしてますので、はいはい、まあ、世界的にそうなっていく予定にはなってるんですよね。そうですね、まあ、2035年、ただまあこれもエネルギー問題がいろいろあってですね、本当に電気だけでやっていけるのかみたいなこともありますが、そのあたりのニュースというのはフランスではそんなに問題視はされてませんか。いや、でもこれってこうあくまでも目標なので、あ、はい、まあ目標に達成しなかったら達成しなかったって話ですよね、あ、そこですよね。あの日本だとね、はい、もう目標立てちゃったらもう何が何でもみたいなちょっとイメージあるんですけど、はい、有言実行みたいなんですね、そういう感じです、うん、フランスの場合は、あ、フランスというかそのヨーロッパの場合は目標は目標で立てますよと、で、ね、そうですね、なるべく守ることはするけれども、うん、まあこの先何が起きるか分かりませんからみたいなところもニュアンスとして含んでるんですね。もちろん、もちろん、どんなことでも含んでますね。あ、はい、そうなん、そこら辺ですね、うん、その差はちょっとありますよね。ありますね。はい、うららさん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。時刻5時半です。時刻5時35分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はフランスと結んでいます。フランス在住の著述家うららさんです。うららさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、まずですね、うららさんにお伺いしたいのが、これうららさんがツイッターでも取り上げていらっしゃいました、アパレル会社が次々に倒産という話題からです。うららさん、今フランスアパレル業界大変なんですか。もう本当そうなんですよね。あの結構40年とか長い間営業してきているフランスのアパレル会社がもう次々と倒産か売却されていまして、はい、あの例えばカマユとかコップコピーヌとか、あのクーカイ、アンドレ、ゴースポー、ピンキーって、もう本当にいつも身近にあった有名どころのメーカーばっかりなんですけれども、なんかついにさ、先日は靴屋さんのサンマリーナも倒産ということで、はい、もう本当大変なことになってますね。これはどうしてなんですか。なんかコロナの時にアジアで大量に生産されてた医療品の、輸送制限とか困難さっていうのですごいもう疲労してたんですけれども、なんか大きな会社ですと、そのコロナ禍でも大規模なデジタル戦略でその存在感をアピールとかしてできたんですけれども、今回どんどんダメになってるっていうのは、やっぱりそれほど体力もないぐらいの規模の会社ばかりで、あとしかも会社自体も戦略が悪かったと思うんですよ。ね、今の時代に乗り遅れてるって言いますか、はい、安いわけでも高級品でもないですし、はい、なんか機能性に特化してるわけでもないんですね、でなんか特徴がないお店になってしまって単純に売れなくなったっていうのが大きいんだと思うんですよ、で考えてみますと、この経営難になったってお店は昔は結構買ってたのに、私もさっきもの先行ってないお店ばっかりなんですね。はい、なんかネットでも知名度がなかったですし、もうそんなのが積み重なってコロナで、もう無理になったんだなと思いますね。まあ、コロナはこう言ってね、どこもそうなんですけれども、お店開けてたって人が来なかったりだとかね、でも家賃はかかるわけで、そうそうそう、でだからといって、じゃあそのコロナだいぶこの減りました、で人々も安心しましたって言ってその店に行くかっていうと、もうあんまりこう興味がなくなっちゃったなんてことだって。もうそうです ね、なんかネットで買うのに慣れちゃってもお店に行かないっていう人も増えましたし、はい、そうですね、これ自分考えてもやはりそういう習慣がつきましたものね。そうですね、私もそうです。はい、はい、ってことはだからフランスのファッション業界、やはりこのコロナ禍から消費回復はまだまだということ、まあね、ネットで買うという、まあ、それは盛んだとは言うものの、あともう一つ、うららさん、フランスで、まあ、去年ですね1月に施行された医療品の売れ残った新品を廃棄することを禁止する法律、これも関係あるんですかね。
いや、それはあんまり関係ないと思いますね。はい、なんかね、再利用してしたりとか、アウトレットで売ったりとか、なんかのアソシエーションに提供したりとか、各企業頑張ってますが、はい、なんかその件で困ったって話は聞いたことないですか、ね、そうなんですね。まあ、これちょっと素人考えですとね、はい、まあ、結構作りました。でも、普通だったら、まあ、売れ残っちゃったから廃棄しようか。ってなるところが廃棄ができなくなりました。で、他のところに、まあ、少し下ろしてもそこも、道が閉ざされているというか、いや、なかなかこの、まあ、買ってくれるところがないと在庫が倉庫にたまる。で、その倉庫代だってバカにならないわけですもんね、というふうに考えたんですが、あんまりそれは関係ないですかね。じゃあね、あんま関係ないですね。そうですか、はい、まあ、でもね、この売れ残った新品を廃棄することを禁止する法律が、まあ、去年1月に施行されているということが、これフランス、こういう法律もあるんですね。はい、そうですね。さあ、それではここからはですね、うららさんにこのテーマで話を聞きます。フランスでトラさんが受ける理由。いやー、これは私としてはですね、非常にこの新鮮な話なんですけれども、フランスで山田洋次監督の代表作の男はつらいよシリーズが、うららさん今人気なんですか？そうですね、まあ、人気って言ってもあれなんですけど、全国的ってわけじゃないんですけれども、パリに日本文化会館っていうのがありまして、はい、それで今年去年から50作品寅さんの作品があるので、それを全部一気公開してるんですね、はい、で、その作品が大盛況で、各作品ともになんか定員が280席ぐらいしかないんですけれども、その半数から8割が埋まるそうなんですね。で、これっていうのは、なんか日本文化会館で行われてた他の映画のシリーズ上映にはなかったぐらいの盛況ぶりということで、で、しかも、来館者が、大体日本文化会館で日本人行くことが多いんですけれども、6割が、フランス人だったってことで、もうなんか担当者がフランス人にトラさんがここまで受け入れられるっていうのは予想外だったっておっしゃってるそうです。はい、イベント、全部で50作ですか、トラさんシリーズね、はい、これをそうすると、まあ、時間かけて上映をしていくということなんですが、これ結構じゃあ長い期間やるってことなんですね。2月21日の、1年の11月から始まりまして、今年の3月までやってたんですね。結構長いですね、やっぱりね、一昨年からやってたってことですもんね。はい、じゃあ大好評ってことは、これまた伸びるとか、もう一回やりましょうとかあるんですかね。なんか再上映に向けて前向きに検討中って話もあるそうで、はい、で、どこかでまた公演されるかもしれませんね。はいはい、まあ、今ラジオ機の方もね、で、まあ、映画館でご覧になったって方もいらっしゃるし、テレビでもよくやってますからね、テレビで見て好きだよなんて方多いかと思うんですが、1969年に第一作が公開されて、以来2019年まで公開されたシリーズの全部で50作品あります。で、この一人がの俳優が演じた最も長い映画シリーズとして、これギネスの世界記録にも認定されてるんだそうですね。そうですね、こんな長いのないそうですね。そうなんですね、はい、で、山田洋次さんがですね、全エピソードの原作と脚本、これを担当して、第3、第4作を除く48作を山田洋次さんが監督しています。で、主役はもちろん鞍馬寅次郎、俳優の渥美清さんが、まあ、演じたということなんですけども、これ今回その今うららさんおっしゃったみたいに、パリにあります日本文化会館、ここでイベント脚光を浴びているということなんですが、もともと山田洋次監督のこの人気、寅さんシリーズの人気っていうのは何かうららさんは聞いていました？いや、前回日仏交流150周年の一環として、2008年に何回か公演されたんですけれども、はい、その時は盛況ではなかったんですよね、はい、何の話題にもなってませんでして、その当時は各地で
いろいろ日本のイベントとかもしていましたので、ええ、まあ、そこまで気が回らなかったのかなとは思いますけれども、はい、以前はそこまでではなかったと思いますね。あ、それが今回に関しては、まあね、あの長い期間かけて全50作をっていうで、じゃあちょっと見てみようかななんて思ったら、フランス人6割がいいじゃないので、おそらくまあリピーターといいますか、一作見たらまた見たいなって気持ちになったんですね、うん、これきっとね。多分それなんか、それであのいろんな人呼びかけて、その友達とかと一緒に来るみたいなフランス人もいらっしゃったみたいですよ。面白いぞ、うん、トラさんシリーズみたいなことですね、うん、でもうららさんからご覧になって、なんで、まあ、このフランス人にトラさんが受けていると思われますか？私はあの、受けた理由っていうの2つあると思うんですけれども、はい、あのまず一つ目は、あの熱心に進めてくれたフランス人がいたっていうことなんですね。山田洋次の見た日本っていう本をフランスで出版されたクロード・ルブランさんっていう方がいるんですけれども、あのそれまで日本の映画がフランスで賞を取ったりして名前が知られる場合っていうのは、なんか最初におすすめされる監督がいまして、まあ、最近ですと小枝裕和さんだったりとかするんです、はい、あのそういうおすすめされる映画ばかり見ることになるんですけれども、そういった方の作品っていうのは確かにヨーロッパ受けする内容で、あのさらにスノップ受けする内容なんですね。あのスノップっていうのは私は思うんですけど、現代の日本語に訳すと意識高い系だと思うんですけれども、はい、そういう方たちに受ける作品だけが、日本の作品だけがフランスにあの運ばれてきてたんですね、今までね、はい、でもあのルブランさん曰く、あの決してその作品は日本ですごく受けているわけでもないっていうお話で、はい、あのそのヨーロッパ受けはしないけれども、日本ですごく受け入れられている監督として、ルブランさんがあの山田洋次さんのことを素晴らしく評価していまして、本まで出しちゃったんです。でそのルブランさんがこのトラさんのことを、もうなんか日本の時代の移り変わりを見られるドキュメンタリーとも言える作品だとか、はい、あの日本の各地の風景を見ることができて、絵はがきやニュースやなんか紹介されないような日本の庶民の生活が見ることができる素晴らしい映画だって紹介してくださいまして、でそれが本当にあの知られるきっかけになって大きかったと思います。そうですか。これうららさん、うららさんは、フランスでこの、日本文化会館ではトラさんはご覧になってはいませんかね？見てないですね、はい、はい、でもおそらくです、まずこれ推察の域は出ませんけれども、パリジャンが笑うんでしょうね、きっとね。そう、あのそれでだから受けた2つ目の理由があるんですけれども、はい、あのトラさんのキャラクターってなんか、私的にはもうこんなフランス人あのいるみたいな感じなんですよね。だからいるんですか、トラさんみたいな人が。感じなんですね、はい、で普通に面白かったんだろうなって思うんですけれども、あのなんか映画を見に来ていた客層自体もあの多くは50歳以上の方だったそうなんですけれども、はい、なんかそのぐらいのフランス人のムッシュってなんかこういう方結構いるんですよ。トラさんみたいな、なんかこう。なんかいるんですよ。いるんですか。で、しかもね、あの、山田監督が、はい、あの、音楽劇のマリウスの演出を行った時におっしゃってたんですけれども、あの、男は辛いよ自体のベースは、実はフランスだったんです。知ってました？知りませんでした。そうなんですか。知らないでしょ？うん、なんか何でも山田監督が青春時代にフランスの作家のマルセル・パニョルの三部作でマリウス、ファニー、セザールっていうのがあるんですけれども、はい、そういうなんか人情喜劇を読んでいまして、それを元にしたのが男は辛いよだったんです。そうだったんですか。そうで、その三部作の舞台はフランスの港町マルセイなんですけれども、あの話の内容は船乗りに憧れる青年マリウスと幼馴染のファニーの恋を軸に、はい、あのマリウスの地域で陽気な自由人セザールが絡んでくる話なんですね。で山田監督がおっしゃるには、マリウスがヒロシで、ファニーはサクラで、はい、セザールがあの厚見さんが演じたトラさんで、ファニーと結婚する裕福な商人パニスがタコ社長だそうです。はい、タコ社長。そ
そうなんですね。そうだったんですね。だからほら言ったじゃないですか、もうこんな人いっぱいいるってフランスに、はい、あ、そうなんですね。いや、もう私てっきりトラさんはもう柴又にいてね、もともとあの界隈でそういう人うあのいたんだろうなみたいに思ってたけど、あ、そうなんですね。山田洋次さんはフランスの方からそのヒントを引っ張ったってことなんですね。そうですね、でも例えばうららさん、ね、あのフランスでお暮らしになってて、何かこう、まあ、言葉は違ったとしても結構毛だらけ猫灰だらけみたいなフランス人いるんですか？それはいない。そんな風にはあ、でも、ね、フランス語でそういうのが多分あるんで、そういう風に言ってる人はいると思いますけど、まあ、あのその日本語では言わないですけど、はあ、あのフランスの作品で人情もの、まあ、これよく人情ものなんて言いますけれども、うん、そういう作品は多いんでしょうか？いや、人情ものはだからあの、ね、現代の若者は違うかもしれませんけど、あの基本的に年配のフランス人は人情喜劇好きですよ。はい、そうなんで、だからなんですね。だってね、まあ、あの私も前50作は残念ながらあの見てはいませんけれども、なんかあ、懐かしいなみたいなですね、ところがあったりだとか、うん、バカだななんて思いながらね、おい、もっとちゃんとしろよとか、気がつくとその作品の中に自分も入り込んでるみたいなね、そういう魅力がありますものね。あとはうららさん、この、ま、価値観というか幸福感というかですね、ま、これは勝手に私推察すると、トラさんシリーズって、ま、何作かぐらいしか見てませんけれども、なんかこう、地位でも名誉でもお金でもなくて、ありがとうみたいなね、あなたのおかげでみたいな、こういうことで言ってもらえることがトラさんのなんか最大の生きがいかななんていうふうに推察していたんですけれども、このあたりの感覚っていうのもフランス人と共鳴するところの一つの部分ではあるんでしょうかね。まあでもそうありたいっていうふうに思ってると思いますけども、完全に一致してるとは思わないですけれども、あのそうありたいっていう気持ちはあると思います。そうなんですね、はい、あとはその回ごとに50作品ありますけれども、日本のさまざまなこの地域の風景とか特産、こういったものも寅さんシリーズって出てきますが、そのあたりっていうのはフランス人は何か、興味を覚える部分っていうのはあるんでしょうかね。もうなんかあのやっぱ日本のことを知っているフランス人っていうのは本当少ないですから、あと観光地しか見たことない人もたくさんいると思いますけれども、この映画でやっぱり日本の普通の生活を見れるってことで喜んでる人は多いと思います。そうですか、はい、ちなみにうららさん的に男はつらいよ以外でもフランスで受けそうな日本映画っていうのは何か浮かびますか？そうですね、私はあの映画の忍びの国とか、あとドラマですとほら今やってるどうする家康っていうやつですかね、あのっていうのも外国人は忍者が好きですし、あのなんか忍びの国とか、あのフランスの人気漫画のなんかアステリックスっぽいとこがありますしね、はい、あとあのどうする家康の忍者シーンがもう本当最高で、あのなんかゾンビのように立ち上がって堀の壁をこう上がっていくシーンとかもなんか外国人とかすごいワクワクしちゃうんじゃないかなって思います。そうなんです。ってことはまだまだあのね、まあ、フランスで受ける日本の作品っていうのは、まあ、そういったあたりをこう鋭くつくと人気が出そうですね。あ、でもというか最近の日本のドラマも映画も、もうなんかほとんど漫画をベースにしたものが多いじゃないですか、はい、だからもうなんかね、もうなんか立ち振る舞い方とかアクションがもうすごい漫画っぽいんですよね、だからなんか漫画、フランス人漫画好きなので、もうなんかうまく再現していけばどれでもいけるんじゃないかなって最近思うようになってきましたけど、はい、フランスの方々、まあ、ドラマも含めてこういう映画の作品って、見るのは大好きなわけですよね。いや、なんか私すごいなと思うのは、フランス人ちゃんと映画館に行って見るんですよね。はい、
ね、今ネットフリックスとかいろんなところでもネットで見れるじゃないですか、はい、でもなんかあの映画館に行くことを楽しみにしてるので、あの、うん、作品とか見てくれると思いますよ、でも前今朝ですね、うららさんにこうやってトラさんシリーズでね、あのフランスの方価値観も結構共有できるっていうのが分かると、何かこう、うん、あ、じゃあ同じところでフランスの人たちも笑ったりとか涙してるんだななんていうと、やはりこう同じ人間なんだなと思いますね。そうです、同じ人間ですよ、フランス人でも日本人でも。だからね、なんか通じるところがあるってことで ね、何よりも山田監督がフランスのこの話を、うん、モチーフというか原作としてアイデアを考えたのが寅さんだっていうね。そうなんですよ、なんか私もびっくりしました。そうですね、まあ、私があの個人的に覚えてるのはこれいつだったかな、虎次郎物語って言ったかと思うんですが、あの北の国からで純役の吉岡秀隆さんっていうね、方が少年の時に、この虎さんシリーズ出てて、でこの吉岡さん少年がおじさん、人間ってさ、人間何のために生きてんのかななんて聞くんですよ。そうするとまた難しいこと聞くねなんて寅さん言ってね、でもそこで言ったのが、うん、生まれてきてよかったなって思うことが何遍かあるじゃないかと、そのために人間は生きてんじゃねえかみたいな、そういうこの答えをしたっていうのはこれ今でも覚えてるんですよね。素晴らしいですね、もうまさにその通りだと思います。そうですね、はい、何かこう寅さんから教えられることって結構あって、まあ、今朝はそれをフランス人の方もですね、ちゃんと理解してくださっている方が多々いらっしゃるっていうのは何か非常に嬉しかったです。うららさん、はい、今朝もお話どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝はフランス在住の著述家うららさんにお話を聞きました。